さあそして反対側では裏剣が勝利、順当なキャンプと上がってきている。おーうまい。デスケンさんがしっかり、あーっと置きこぼす、当たってしまう。あー漏れる、でしょう、思ったより近かった。しかし足も吐くと、これは痛い。入る、なんとなんと結構減るぞ。さあユンは逃がしながらゲージを貯めたい。あー絶勝、多分中足 X テスさん打ちに行ったのかな。バッシュに対してシャブロ入れてるユンが、あーバッシュさん一時と対戦ならず。うまい、弱弱シュアバレー、弱パーバレーを通していく。さあユンがリーチ、剣の方はゲージがもうすぐ1本。さあしっかり投げる、はい、さあっと裏から中大陣内、中大波動陣内か。剣はゲージが早く欲しい、ユンはゲージが溜まるけど、ここは温存するとしていくな。まださあ投げる、そうだね、絶勝とかね当たってくれればっていう感じで、ゲージを極力温存しながら戦ったユン。さあ最終ラウンド、これで2回戦の勝者が決まる。バッシュで圧をかけるデシケンさん、そして投げ、ユンはゲージを早く発動したい、端から逃げたいが逃げれない、これはさすがに繋がらない。うまい、で中足のスカルにテツさんがかくった。うまいバックジャンプ、しっかりガージャン、そしてここを逃げる、ユンはここでうまく距離を取った。鉄山、鉄山空中ヒット、前方転身。さあ鉄拳さん一瞬諦めかけた、ユンがコンボ前方食らった瞬間、一瞬デシケンさん立ちましたよ。